こんにちは、キモチです。娯楽をやってます。さあ今回なんですけれども、愛車ロードスタータイヤをちょっと綺麗にしてみたいなと思います。 YouTube の動画に出演してくれたバンちゃんがですね、キモチさんタイヤ汚いね、タイヤのワックスしないと、知らない言葉を浴びせかけてきました。何タイヤのワックスって、ということでオートバックス行って買って、うわ、あ、こんにちは。おお、ダメよ。ちょ、これ。大丈夫、大丈夫。はい。ということで、オートバックスでタイヤワックス買ってみました。今日はね、これをちょっとやってみたいなというふうに思います。自分のね、愛車が綺麗になればいいと思うんですけど、車自体は全然洗えてないので汚いです。その点はご了承ください。じゃあ挑戦してみます。まずは説明書によると、車のタイヤを水で洗うと、水で洗った後に水分を拭き取ると、拭き取った後にこれをグリグリ塗ると、まあこんな感じらしいですわ。で、5分から10分ぐらい乾燥させたらもうそれでおしまい。要は塗ったらそのままほっとけっていうことですね。ということで、ムラになる恐れがあるので、油汚れや古い艶出し成分はカーシャンプーなどで落としてから お使いください。まあこれはいいですね。まだね、今回初めてなので、よし、じゃあやってみたいと思います。水を嫌いにならないようにするんですね、ワンちゃんは。こんな感じでいいのかな。ブリヂストンさん、来年の冬はスタッドレススポンサーになってください。よろしくお願いします。表情テストのテストコース見学させてください。連絡待ってます。水で洗ったから、次はびちょびちょやんか、顔が。次は拭きます。これでいいのかな、こんな感じで。あなたの遊ぶ、あ、黒いな。やっぱり汚れが、あなたの遊び道具じゃございませんですね。なんか油性と水性があるのかな。なんか買うときにネット見てたら、油性の方が厄介っぽい雰囲気があったので、まあ、初心者には水性で試してみようかなと思います。いやいや、もうこれ違うから、キャップを外し、スポンジ面をタイヤにまっすぐ密着させ、ボトル側面を押してスポンジに液を染み込ませてから塗り広げてください。グッとやってギュッとやって出てきたら塗り広げる。こうやって塗るんでしょ。それが、あ、おお。おお。こういうこと。こういうこと。不器用だな、俺。タイヤだけを塗るんでしょ。この
大事なことなので、もう一度言います。ブリヂストンさん、スタッドレスタイヤ提供してください。スポンサーになってください。気持ちの世界戦略のブリヂストンさんの、立ち上げから今に至るまでの英語落語を作りますから、よろしくお願いします。報酬はスタッドレスタイヤで、プラス通常のノーマルタイヤで、要はスポンサーです。はい、塗ってみました。ここからなんか5分から10分ぐらいしたら空吹きみたいなのするのか。あー、ぶっちゃってなっちゃった。液漏れ防止のためにキャップをしっかり閉めて保管してください。拭き取りは不要ですということなので、このまま取っとけばいいのかな。でしばらくはワンちゃんと遊ぼうと思います。お座り、座れ。うん、えらいね。さあ、およそ10分ぐらい経ったんですけれども、いかがでしょうか。タイヤ綺麗ですよね。まあボディは本当汚いのはしょうがないんですけど、こう塗るだけでね、綺麗さがずっと残る状態ですね。これがあとどれぐらいの期間持つのか、この辺りもね、今日は4月の9日ですので、9日からどれぐらいの期間持つのか、またちょっとね検証していきたいと思いますけれどもね、慣れてくれば油性とか挑戦してみたいと思います。あの塗り方とかコツとかあればよかったらね、コメント欄で教えてください。ちょっと今回予習せずに、あの説明書だけでやってみたので、やり方がナッチョランなんていう風になる、なってるかもしれません。よかったらアドバイスください。はい、ということで、愛車ロードスターと愛犬おはぎでございました。お疲れ様です。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ハギちゃんチャンネル登録。ハギちゃんチャンネル登録。あそこ、あそこ、ここ、ここ。まだまだフォトジェニックになれんな。